Hey brothers and sisters, welcome to Yokuso. やっぱ個人的に鬼太郎の技で一番好きなのは体内電気ですかね。長井流星、Yes. 今回奇跡が起きると思います。缶コーヒーの CM のびっくり動画あるじゃないですか。僕マジであれが苦手で、今まで動画でめちゃめちゃびっくりしてきたんですけど、ガチめにあのリアクションがガチなんで、別に持ってるとかそういうのは一切ないので、今回正直に言いますと、もしかしたら慣れてきたかもしれない。ついに慣れてきたかもしれないです。慣れてきたってことはですよ、びっくりしないんですよ、多分。缶コーヒーは他のびっくり動画に比べて結構多めに使ってきてたんで、ついに慣れてきたかもしれないです。今回はパソコンの大画面で缶コーヒーの CM を見てびっくりするのかしないのかやらせていただきます。それでは早速やっていきましょう。レッツびっくり交換説。それでは行かせていただきます。マジでこれで慣れてびっくりしなかったら褒めてください。それでは行かせていただきます。スタート。見た今、見たビビんなかったよ俺。よっしゃー、やったやったついにビビらないで見れた。めっちゃ嬉しい。ついに一番びっくりすると恐れられていたあの缶コーヒーのびっくり動画をついにびっくり説明ることができました。本当に長かったやばい、めっちゃ嬉しかった。シンが宝剣倒した時くらい嬉しかった。やった、みんなやったよ。せっかくなので今までの缶コーヒーの CM でびっくりしてきた歴史を振り返っていきましょう。どうぞ。アルバンファーリーエリボリーディンコダナディオリーワンプラグワイエンチェストレブに長かった。長い戦いだった。ちょっと今なら雪道怖いもいける気がする。俺が2番目に嫌いなびっくり動画なんですけど、缶コーヒーいけたんだったらこれもいけるっしょ。やってみますね。ポメラニアン